ついに出発するぜ、アンカーさん。準備はいいか？うん。よし、エンジン全開。ん？アンカーさん、悪いけどエンジンってどうやってかけるんだ？知らない。エンジンって書いてあるボタンないの？ないぜ。なんか思い出せそうだけど。アドマイヤー号はいつ出撃することになるかわからないわ。だから基本的な知識を常に身につけておいてね。アドマイヤー号のエンジンはイージス部隊以外にはかけられないようになってるの。万が一に備えるためよ。アドマイヤー号の基本であり一番重要なエンジンのかけ方から教えるわ。それは、あ、鍵、エンジンをかける鍵があるって言ってたぜ。ここのどこかにあった。おお、賢いね、マスト。当然だぜ。じゃ、エンジンをかけるぞ。やだ、怖い。緊張する。夢にさえ見たことないアドマイヤー号の出撃が今この手にかかってるんだぜ。指が震えちまうな。お、一緒にやろう。そうだな、ついについについにアドマイヤー号が目覚めるぞ。これがアドマイヤー号の声。イージス部隊、海に出撃だ。ヘルムはいないけど。ゲートオープン。アドマイヤー号出撃1分前、入り口を開放します。こんなことまで喋るのか。だんだん天井に近づいてるような。うわー、下にプールの水が溜まってるよ。あ、なるほど。大きなアドマイヤー号をどうやって地上に上げるのか不思議だったけど、この空間自体が大きなエレベーターだったんだな。わー、どんどん上がっていくね。ついに地上に着いたのか。真っ暗だね。